有岡大樹、ホタルイカ料理を無限に食べられる。と絶賛。10月16日の日、世界超2時間スペシャルは、ハワイとスペインを。浮所飛貴、美少年、菊地亜美、シェリー、エグザイル高弘、カナ、南果歩をゲストに迎え、地元飯のリポートを見ながら、MC のハライチ、佐藤しおりと共に楽しく盛り上がりる。ヘイ、セイ、ジャンプ有岡大樹&中川博史がスペインバルセロナへ。有岡大樹と中川博史がスペインへ。実は10年前にドラマで共演して以来、GPS でお互いの位置を共有するほど大親友の2人。そんな仲良しコンビが初めての2人旅を敢行。日ではできない、スペインで叶えたい、8つのことに挑戦し、人は一味違う、場のスペイン料理を食べ尽くす。ピカソやダリなど、名だたる芸術家たちとゆかりが深い芸術の街、バルセロナ。開始早々、うわ、すげと2人は、ガウディが手掛けた、サグラダ・ファミリアを前に大興奮。地上で場のスペインを食べまくるという願いを叶えるため、最初に訪れたのは三十節句市場。パンにトマトとオリーブオイルを塗ったパンコントマテやエビのアヒージョ、削りたての生ハムなど絶品を次々に堪能。目玉焼きのホタルイカの背には有岡が無限に食べられると大絶賛する。続いて中川が映え写真を撮りたいと自前のカメラで有岡を撮影。色とりどりの野菜を背景にシャッターを切るもあんまり映えなかったと不満げな中川に有岡がなんでだよとツッコミを入れる一幕も。他にも報道でセグウェイに乗ったりバルセロナを一望できる展望スポットで絶景を楽しんだりと見どころ満載。ユネスコ世界遺産に登録されたガウディ設計の賃貸マンションカサミラでは1戸あたり床面積およそ400平方メートルのお家賃当てクイズに挑戦。衝撃の値段にスタジオが驚愕する。さらにスペインならではの大人な食事に挑戦。バルストリートで一口サイズの軽食ピンチョスを楽しむことに。有岡がめっちゃうまそうと選んだピンチョスとは？果たして二人は大人のピンチョスデビューを果たせたのか？その他にもお米の代わりにショートパスタを使ったパエリア、イカスミのフィデアやバノチロスも満喫。ホットチョコレートにチロスをディップした有岡は美味しいとあまりの美味しさに涙目に？また10月16日の2時間 SP では小泉孝太郎と安子によるハワイでの超発散旅も届ける。食べた時の笑顔で世界とつながる姿をお楽しみに。番組情報日、世界超10/16水曜日21時22時54分、MC、ハライチ、佐藤しおりゲスト、浮所飛貴、美少年、菊地亜美、シェリー、エグザイル高弘、カナ、南果歩ロケリポーター、ハワイ、小泉孝太郎、安子スペイン、有岡大樹、ヘイ、セイ、ジャンプ、中川博史50音順、世界超、番組サイト https://www.ntvcojb、堺田時グルメ、